ごきげんよう、リオロスです。それでは本日もファイナルファンタジー11やっていきましょう。はい、ずいぶんつぶらな瞳してるね、おじいちゃん綺麗な目をしてるぜ。はい、今日はですね、まあ闇を倒したいんですけども、その前に、ちょっと休憩を挟んでまた新しい職業を取っていきたいと思います。もう見てわかる通り踊り子ですね。なんか足折れそうつま先すごい、こんなくねくねした踊りあったかな。こっちは見たことあるんですけどね、こっちは正直見たことがない。というわけで受けていきましょう。ライラさん、ライラさんでいいよね。はい、この服着たくて頑張ったな。レベル60にならないと、これ踊り子専用の服なんで取れないんですけどね。なんだよあんた、私に何か用かい？ひょっとしてあんたも我がブリリオート舞踏団にの踊り子になりたいっていうんじゃないだろうね。もういろんな職業つくな私はもう今や銃の大使館員だしな。いいのかな、副業ありですかね、大使館員って。はあ、やっぱりかい。ブリリオート舞踏団のメンバーは私が自らスカウトした才気みなぎる踊り子ばかり。あのガルカは才気あふれるんですか、その左のなんかドタバタしてる人は。寄せ集めのバレリアーノ・ザ・なんとかとはわけが違うんだ。バレリアーノってのは、なんか、手品じゃないな、なんだろうな、ピエロでもないな、サーカス団みたいな人たちですね。あんま大したことやってないんですけど、ナイフ投げの子ぐらいかな、すごそうなのは。あと皮膚器ゲート、やってますね。だからどこの誰ともわからないやつの入団は認めないよ。踊り子になりたいなら他当たってくれ。諦めますか、絶対に嫌でござる。青春やると決めたらやるでござる。あ、他当たってくれ、はいで諦めちゃってしまった逆だった。諦めますか、家だな。なんで素直に諦めてんの。はあ、やっぱりかい。はいはいはい。同じ文章ね。諦めますか？絶対に嫌でござる。諦めの悪いやつだね。じゃあ、星屑石を持ってきたら考えてやらないでもないよ。これが意地悪な、こと言ってるんですよ、実際。どんな石かって、それは自分で調べるんだね。もうこの世にない石なんですよね。かぐや姫みたいなこと言ってるんですよ。実は。星屑石を見つけてきた入団の件、考えてやらないでもないよ。で、どこにヒントあるんだっけな、この子だっけ。早い。聞いてたわよ。あんた踊り子になりたいんですって。うちの団長は厳しいから半端な気持ちは伝わらないわよ。いいの、横に団長いるけどすごい多分聞き耳立ててると思うけど、いいんですかね、おしゃべりしてていいんですかね。それでもなりたいっていうのなら、その星屑石って石のこと私が聞いてあげてもいいんだけど、どうしよっかな。そうだ、サンドリアに獅子の泉っていうレストランがあるの知ってる？はい、サンドリア出身ですからもちろん知ってます。赤間同士でもお世話になった気がする。そこは、そこにある舞台で踊るくらいの度胸を見せてくれれば、あなたの情熱が本物だって認めてあげるわ。あ、何の経験もなしに踊らされるんだっけ。そっかそっか。え、それどうやって証明すんの、あなた噂で広がんのかな。まあいいでしょう。はい、サンドリア行ってきます。帰るぜ、我が故郷へ。はい、フェイスでお世話になってるゴードバウンドさんの横にありますね。ここはなんだかんだクエストがいっぱいあったような気がする。このカタリナさんもなんか持ってなかったっけ、クエスト。いらっしゃい、レストラン獅子の泉でございます。当店一番人気のアクアムルスムはいかがですか。一言で言えない。なんとうちの店主はあのノルバレン望遠戦の英雄バルデロト様ですよ。知りません、全く知りません。あやかりたい人もぜひお立ち寄りください。 FF11 だいぶやってたけど初めて知った、そんな名前で。どうすんだっけな、バルデロト様に言うんだっけか。レストラン獅子の泉へようこそ。何？舞台で踊らせてくれないかとな。
そういえば以前ブリリオート武道団の踊り子たちにここで踊ってもらったことがあったな。あの時は盛り上がったもんだ。お客さんの拍手と歓声が一晩鳴りやまなかった。はあ、すごいんだね。まあ、踊り子なんてほんとなかったからな。お前さんも踊り子なのかい？見えますかね。この格好見て踊り子に見えますかね。あまり舞台慣れしてるようには見えないが、まあ別にいいだろう。久しぶりに楽しめそうだな。どれ、お客を集めてこいよ。いいんすかね。何の試験とかそういうのもなしに、あ、本当に集めちゃったよ。ダンスで観客を感動させましょう。どうしますか。体を動かす、手を伸ばす、決めポーズ。とりあえずダンスなんだから体を動かさなきゃダメじゃない。決めポーズ早いだろ。体を動かす、イエーイイエーイ。これダンスなの。あ、しかもシャーゼリオンさんにとても見れたものじゃないなって言われてる。この人赤魔同士の重要な人なんですよ。シャーゼリオンさん覚えてる。じゃあ手を伸ばしてみる。イエーイ、乗ってるかい。とても見れたものじゃない。シャーゼリオンさん。なんでシャーゼリオンさんしか突っ込まないの。みんな今夜は楽しんでいってくれよな。決めポーズ、イエーイ、ウェルカム。へんてこなダンスね。あれまだあんの。まだこの茶番続けるの私。乗ってるかい、イエーイ、ヒュー。おいおい大丈夫か。あ、帰っていく帰っていく。ああ、拍手してくれてる一人。すごいいい人だ。いや、シャーゼリオンさん、今度お世話になるよ。お前さんのダンスは、斬新だったな。優しい。さすが英雄。優しい。頼むからもう二度と。いや、なんでもない。これで私の名声はジュノまで飛んだわけですかね。はい。で、ちなみに今、シャーゼリオンさんと喋ってもなんもないよね。すまないが、君と話してる時間はないんだ。他の客と話してくれないか。すんごい暇そうですけどね、あなた。よし、じゃあ戻りましょう。うん。さあ、大舞台で踊ってきましたよ。ヒントくれよ。この子名前なんて読むんだろう。レアミューリラーかな。聞いたわよ。獅子の泉で舞台で踊ったんですって。あんたなかなか動揺あるじゃないでしょ。侍ですぞ私。オッケー、私も約束守らないとね。で、例の石のことを実はもう聞き出してあるんだけど。仕事が早い。がっかりしないでね。星屑石を見つけるのは不可能なの。出た。星屑石はジャグナー神理のメシウム湖に沈んでいたらしいのだけど、それは20年前の話。星屑石は光を放つとても珍しい石の名だから、みんなが持って帰ってしまって今は一つも残ってないんですって。これだから人間は。これだから人間は。そんなものを持ってこいだなんて団長も人が悪いわ。最初から無理だって分かってんのに。聞こえる聞こえる、聞こえてる聞こえてる。絶対見えてる。久しぶりに骨のありそうなやつだから、あなたのこと気に入ったんだけど、力になれなくてごめんなさいね。いや、ありがとう。あなたはいい人だ。たくもかぐや姫気分のこの人は。セリフ変わんないな。で、ちなみにあなたは何か言うの。ブリリアート舞踏団の華麗なダンスをご覧あれ。床抜けそうだけどな。はい、じゃあ過去に行きますか。うん。っていうか、このクエスト始めたのもそろそろ過去にも行っとかないとなっていうのがあって、うん、始めたんですよ。なので過去に行きたいと思います。どうやって行ったっけな。なんか適当に口が口から入ればよかったんだっけな。まあ、ちょっと適当に口突っ込んでみたいと思います。はい。これ外出たらあったっけな。少なくともバタリアにあったような気がするんですけど、なんかいっぱいあるんで下手すると違うとこに入っちゃうかもしれない。違うとこに行っちゃうかもしれない。なんかあるんですよ。もういかにもなんか怪しい、このここになんか怪しいマークがあるんですよね。ちょっとここに向かいたいと思います。で、新しいマウントをじゃあお見せしましょう。じゃあトゥルフェイヤ、これ僕知らないんですけど敵なのかな。めちゃくちゃかっこいいんですよ、ほら。
朱雀みたいな感じで、うん、めちゃくちゃかっこいい。ちょっと視界狭いんですけどね、うん、羽がでかすぎて。で飛んでるっていいですよね。かなり低空飛行だけど、うん、これお気に入りです。はい、じゃこれでちょっと向かっていきましょう。はい、これっすね。もう近くに本が浮いてる時点でもうここを拠点にしないよって言ってるよもんな、うん、ここで間違いないでしょ。踊り子が実装された時っていうのは確か一緒に過去も実装された時期で、うん、でバージョンアップの時ってみんな最初何やるかって言って絶対新ジョブゲットなんですよね、うん、なので踊り子をやるともう自動的に過去に行かなきゃいけないわけで、うん、過去でこういうとこだよみんな行ってねっていうので多分こう踊り子のクエストから一番近いここが多分最短な過去に行く道だったと思う、私の記憶が確かなのは。あー、もう始まった始まった、よかったよかった。こんな怪しいのに近づくなよ。壁の薄魔を覆う、なんとか読めなかった。ああ、まがまがしい。ああ、ひゅおー。え、こいつ喋ったの？ひゅおー。まあ、この口にも、まあ、だいぶお世話になるんですけどね、これから先。あ、すごい引力だ。今のダンス良かったんじゃない？ん？あ、もう座れた感じ？あ、これから座れる感じか。入っちゃいました。こんな感じの敵キャラがファイナルファンタジー5にいたような気がすんな、うん、なんか吸い込んでくるやつ。ああ、カルベノスモウに吸い込まれちまった。で、どこ行くんだっけ。ジュノ入れなかった気がすんだよな、そういえば。ああ、やっと動けた。大事なもの、純白の羽を手に入れた。これで自由に行き来になれるアイテムだっけ。純白の羽、いつの間にか手に握っていた白銀色の輝きを放つ羽、不思議な力を感じる。で、なんか光ってるけど何も反応がない。これでもいつでも戻れるんだっけな、光へと通じ。ああ、いつでも戻れるね。まあでもこっから、あ、マウントできるんだっけ。そういえばマウントできるかな。じゃあついでにスフィアロイドもお見せしましょう。あ、やったー、できたできた。うわー珍しくまたがってるタイプじゃなくて、なんかちょこんと座ってる感じが可愛いでしょ、うん、ちょっと侍の格好だとはあれだけどはい、これスフィアロイド、うん、これはあの空に浮く城みたいなのがあるんですけど、そこに住み着いてる敵ですね。はい、なんかガードロボットみたいなやつです。ルンバみたいなやつ。さて、どうしようかな。とりあえず、うん、パシュハウ沼行ってもしょうがないしな。え、どうしよう、ジャグナー行けんのかな、これ。ちょっと、うん、ジャグナー行きます。今回は、うん、踊り子のクエスト見に来たんで、はい、行ってきます。はい、湖までやってきました。なかなかいい景色ですね、ここも。うん、過去だとバタリアの方から直接来れるんですけど、現代だとサンドリアの方からしか行けなかったような気がする。うん、で、ここのなんか勇ましい曲流れてますけど、これ過去特有なんですよね。やたらと敵がなんか防衛地に攻めてくるんで、その時にこの音楽かかるんですけども、もうしょっちゅうこの曲聴いてた気がする、過去にいた時は。で、これかな、グローイングペベルス。なんかイベントあるのかな。あ、なんとなくちょっと思い出した。若かりし頃のライラさんに会ったような記憶がある。キラキラと光る石がある。あ、これこの子、多分この子、ほら、そうだ思い出した、直前に思い出した。ライラ、うわー、綺麗、光る石って本当にあったのね、一つ持って帰ろう。お前じゃないか、持って帰ったのみんなが持って帰ってなくなっちゃったって言われてたの、お前じゃないか、犯人。なに、さっきからじっと見て、サインなら断るよ。え、私のこと知らないの？その動き怖い、その動き怖いどうもこのゲームの NPC のこの顔、怖い人結構いるんだよね。
から汎用の顔怖いんだよ。まあいいけどね、私ダンスはもうやめるつもりだし、今日も練習サボってきちゃったの。おや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 、おかしいですね。来る日も来る日もダンスばかりの毎日、私本当にダンスが好きなのかどうかわからなくなっちゃった。あー、よくあるやつ。最初は嫌じゃなかったのにな。私が踊るとお父様もお母様も喜んでくれて。いつの間にか目的がどっかに行ってしまったんだ。私にとってダンスって何なのかしら。見失ってしまったんだな、方向を。あ、音楽やんだ、よかった勇ましい音楽じゃなくなった。月が綺麗だぜ。不思議な笛の音、こんな素敵な音色は聞いたことないわ。なんだろうこの気持ち、胸が熱くなってくる、踊りたくなってくる。体中が笛の音で満たされていくみたい。踊り出す踊るの嫌になっちゃったのに踊り出す。え、顔が怖いんだよな。いい話なんだろうけど、ちょっと顔が怖くて頭に入ってこない。あー、でもちゃんとモーションできてんだな見学始めた。いい話だな。いや、そこ座んとお尻冷たくない？ダンスがこんなに楽しいものだったなんて私今まで気づかなかったわ。え、結局誰の笛の音だったんだあれ。何だったんだ。おお、拍手しとる。一侍が。あなたはこう言うね。私のダンスなんてめったに見られないのよ。まあ、現代でも踊ってないしな、確かにライラさんは。さっきの笛の人、どっかに行っちゃったのかしら。あの笛の音、もう一度聞かせてほしいな。何者だったんだ。お嬢様、なんだこいつなんだこいつ。あ、そしてなんかいろいろ出てきた。読みづらい。ペロール羊だ。ご無事で何よりです。お嬢様の身にもしものことがあったらこのフェロール。まったく、どこの世界に主人とはぐれる護衛がいるのよ。いや、お前が巻いたんじゃないの。申し訳ございません、フェロール一生の不覚でございます。色黒だな。どこ人だろう。エルバンはエルバンなんだろうけど。まあいいわ、あなたには感謝しなくちゃね。と言いますと。実は私ダンスが嫌いになりかけてたの。石が見たいなんて言い出したのも練習を抜け出したかったから。あなたがこっそり連れ出してくれなかったら私とても大切なものを捨ててしまうところだと。おお、羊。フェロール、私ダンスをもう一度頑張ってみるわ。お嬢様、このフェロール、お嬢様のダンスを生涯見届けますぞ。20年後も生きてんのかなこの人。年わかんないけど。さ、お屋敷に戻りましょう。そんないいとこのお嬢さんだったんだ、ライラさん。え、で、笛の音は誰だったの。あれかな、踊り子のクエストでわかるんだっけかな。さすがに覚えてない。で、星屑石を手に入れた。大事なもの。一時的でいいかな。あった。対戦時にメシウム湖で取れたキラキラと光る石、多くの人に持ち去られてしまい現在は残っていないどんだけ持ってったんだよ。相当だぞ。で、その後どうしたんだろうな。持って帰ったところで誰かしらが持ってそうだけどね。まあいいでしょう。はい、じゃあ戻りますか。これでもうもらえたはず。過去に行くだけが大変なクエストだったはずだから戻ります。じゃあみんな、じゃあな、ありがとうな。巡り合わせがあったならばまたいつか会えるでしょ。いいセリフだな。今のクエストにぴったりだね。さあ持ってきたぞ。みんなのセリフはどうなんだろう。素敵、私もいつか踊り子になるんだ同じ NPC じゃない、この可愛い顔の。で、おじいちゃん、戦場の女神か、懐かしいの。戦場の女神ですか。ありがとうな君。私は団長のダンスに感動してレッスンを始めたの。お客さんを感動させるために特訓中よ。団長のダンス見てみたいな。で、こいつは変わんないか。君は。踊り子は感動的なダンスで日常を忘れさせてくれる素晴らしい存在よ。中でも最も輝かしいダンスを見せた踊り子には踊りの神様が降りてくると言われてるわ。本当かしら。踊りの神様。
あれ踊り子の必殺技って何だったかな。お、なんか指導してる。ちょっと指導してる。さあ持ってきたぞ。この世に存在しないもの。入れてくれるんだろうな。そのブリリア王と武闘団に。なんだまたあんたかい。星屑石を持ってきたって。そんなバカな話が。これは確かに星屑石。あんた一体どうやってこれを。ああそんなことよりこいつを持ってこられちまったってことはあんたを中身に入れてやらなきゃいけないってことかい。嫌なのかい。はあ全くしょうがないね。私の負けだ。入団を認めてやるよ。実は私は別に星屑石を一つ持ってるんだ。とっくの昔に光は消えてしまっているけどね。あそういうものなんだ。じゃあこれは過去から取ってきたばっかりだから今もなお光ってるわけだな。うん、この石を見てるとあの日のことを思い出すんだ。私がダンスの楽しさに気づいた日のことをね。お、いい話だ。今までダンスを続けてこれたのはその時に聞いた笛の音のおかげ。誰なんだろう、すごい気になる。ん？その時あんたによく似た人がいましたね。どう見たって間違えないでしょ、こんな格好した人は。絶対間違えないでしょ。そんなわけないか。覚えてないんかい。さすがに覚えてんでしょ、この学校の人は。さて入団の前に教えておくよ。我が武闘団のダンスはそこらの踊りとはキレが違うだろう。それはクリークダンスと呼ばれるバストゥーク伝統の実践的な舞踏を元にしているからなのさ。もっとも私たちの武闘団はその身ごなしだけを応用して見せるダンスに昇華させているんだけどね。戦闘に使えるよって話だよな。だから私たちと一緒に踊りたいならまずは武闘の基礎を身につけてもらわなきゃ。レア、今からこの新人を軽く鍛えてやんな。あ、そんな話あったっけ。まあそうだよな、全く踊れなきゃどうしようもないもんな。え、なんかおかしくない？音おかしくない？なんか違くない？今の音空明剣みたいな音したぞ。さあこれであんたの体に武闘の基本動作を叩き込んでやって。おかしいおかしいおかしい。ほらボケットしないで、あとは自分で特訓しておいで。早く私たちに追いついてもらわなきゃ困るよ。え、強引だな。それ結局はレベルで覚えていくんですよね、踊りって。この人たちから習うことないんだけど。そっか、今のが振りだったんだ。そうやって覚えるんだ。ダンスは体で覚えるもんだ。踊って踊って踊りまくるんだよ。はい、じゃあ上げてきます、踊り子。まあ無事踊り子になりました。よし、レベル上げるぞ。ここが楽しい時間だ。はい、踊り子のジョブを30まで上げてきました。あっさりだぜ。はい、で、侍のサポにつけてきたんですけども、まあ踊り子っていうのは必殺技ゲージを消費して踊る職業なんですね。で侍っていうのは必殺技ゲージを貯めやすい職業なんで意外と相性いいんですよ。というわけでやっていきましょうか。お見せしましょうか。はい、侍ダンスをお見せします。ちょっと今初めてマクロ作ったんで動くかどうかわかんないんですけど、あ、動きましたね。この鎧を着てこのステップ華麗でしょ。うまくいきましたね、マクロで。ちょっと絡まないようにこいつにしよう。今のがドレインサンバって言って相手のヒットポイントを、うん、吸い取る踊りなんですね。殴るたびに。あ、結局全部来た全部来た。で、ステップっていうのが打てるかな。あ、打てた。これで、回避を下げてなんかちょっと特殊なゲージを貯めるんですね。で特殊なゲージを使ってこのフラリッシュっていうのが発動しない。マクロが失敗している。ステップで貯めたゲージを使ってこの A フラリッシュっていうのを使えば挑発みたいな感じでできます。はい、で必殺技ゲージ使ってこのケアルを自分に、ね、ケアルダンスを踊ることができます。これで回復します。なので殴って回復、殴って回復ができるんですごい、うん、打たれ強いキャラが出来上がるわけなんですよ。今ちょっと危険なんで、うん、クピピさん一応呼んでますけども、多分クピピさんなしでもこう殴りながら回復することができるんで
キャル1とキャル2が今できるようになってるんで、キャル2どんぐらい回復するのかな。キャル2でキャル2ダンスで156回復しましたね、うん、相当な回復量だと思います。はい、あとキャルもキャル1とキャル2とあとディバインワルツっていう範囲メンバー全員を回復してくれるダンスもあるんで、うん、もうサポの30といっても相当使い勝手いいと思うんですよね。はい、で侍っていうのはこの明鏡止水で一気にその必殺ゲージを満タンにする技があるんで、今までピンチになったらその火力としてしか使えなかったんですけども、このサポに、うん、踊り子を使っておけば明鏡止水を使った後にこうひたすらキャルワルツでひたすら回復ダンスを踊り続けて、うん、耐えるっていうこともできるようになったわけですよ、うん、素晴らしい。というわけでまあ倒していきましょうか。もうこいつら倒しても経験値入んないんだけどね悲しいことに悲しいことに全く経験値入んないんですね。なので、はい、とっととやっちゃいましょう。あとなんか面白いダンスなかったかな。ジグモード、あ、ジグモードっていうのがありましたね、まあ、とりあえずこいつら倒しちゃいます。はい、最後にもう一個ですね、これジグモードっていうのがありまして、このスペクトラルジグっていうのが、これがまた便利で、これだけは必殺技ゲージを全く使うことなくできるんですけども、これの効果ってのが、はい、なぜか踊ると消えますしかも音も消えます。うん、今まで白魔法や忍術で何かしら魔法パワーや、うん、アイテムを使ってやってきたことが何の、うん、消費もなしにできるようになります。踊るだけです。これは素晴らしいですね。うん、なんでこれからも多分ちょくちょく使うことになると思うんで、踊り子のレベルは上げていきたいですね。はい、じゃあ出ましょう出ましょうはい、というわけでじゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。それではごきげんよう、チャオ。あ、いいですね、映える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 、ごきげんよう、チャオ。